こんにちは、カブパパです。ここはですね、まあおなじみですね、八ヶ岳山荘の前にいます。じゃあ11時37分ですね。まあここ分岐は分岐なんですけど、こっち側しか行けませんので、まあ港ですね、まあ港でなんか飯食おうかなと。港の山の子村です。はい、12時44分港山荘。はい、ちょっと休ませてもらおう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。そば、うどん。我慢。よし、じゃあ1時10分港山荘を出て高専の方に向かいます。ちょっと小休止。いい風だこれ。高専まで、まあ、多分2、30分ってとこにいるんですけど、風が気持ちいいですね。
ちょうどね、横岳の、大同心小同心がそろそろ見えてくる頃ですね。とにかくまあ狩猟線が見えてきました。さあ、光線に、まあ、光線の裏ですね、たどり着きました。疲れたね。とりあえずだいぶ空いてますね。まあ今日金曜だしね。そうだね。いや荷物がねえからリュック背負ってね楽。テントね、あとは綱張るだけですけど、これ取るの忘れてた。狩猟線、あそこ赤岳でね、赤岳展望層がちっちゃくですけど見えてますね。でずっと行ってね、目の前があの横岳ですね。へい、今気温がですね10度ぐらいなんですけど、一応寒いなりにけじめというものがあるんで、とりあえず大人のけじめって言ったら、まあビールでお疲れ様でしたと、まあ、いうことなので、ご飯前にですねお疲れ様やるんで、今カムママがあてを作ってるようですね。はい、どうもお疲れ様でした。八ヶ岳&安いビール、はい、じゃあいただきます。うまい。こっちは寒いけど。どれどれ、これ何、サンマ。おう、うまい。うまっ。7時2分ですね。疲れてきちゃって少しだらっとしてました。ビール飲んだ後ね。でね、まあ明日のこともあるんで、とりあえずちゃんとしっかり飯を食うということで、これはあの例のテントの中ですね。まあでもね、3人用っつって重いけどね、担いできて、まあ広いことは一番いいん でちなみに、まあ、中でですね、まあ、外もゲロ寒なんで、中でちょっとカブママがですね、これね、週3鍋ね、家で使ってるやつ、これで鍋をやるっていうんで、
完全あの膜はですね閉じちゃって下の方開いてるんで、まあ大丈夫だと思うんですけど。わ、口だけの元塩ちゃんこ。いいよ。まだ凍ってる感じするんで、キャベツ凍ってますよ。椎茸も、はい、どうかな。おお、美味しそうだ。美味しそうだ。すごいね、お店みたいな。何なく塩ちゃんこできました。塩ちゃんこです。いただきます。うわ、うまそう。うわ、あ、うめ、うん、うまいね、うん、おいしい。これ鶏うまいね、これ、うん。夕飯も食ってですね、今あのカフェオレを飲んでます。ではでは、おやすみなさい。